あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、次行ってみよう。多分今回の今日行くところで今行ってるエリアは最後だったと思う。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオー、イーナンアゴマサリトヒオー、キエーイ。さあ、まだ動けなかった。さあさあ、お二人さん行こうぞ。一人だけども、よしよし行くよ。これで廃墟エリアの最終ステージ。今回は手に入る材料、スパイダーレースとねじれた小枝。アイテム、アームショット、ブーメラン、ファイアグローブ。ってことやから、あれやね、ブーメランがあるってことはブーメラン集長だ。さあ行こう。黄泉の神殿1。黄泉の神殿、またなんか不気味そうだな。お、暗。じゃあちょっと待ってね。まずこいつは、あった、ブーメラン。とりあえず進んでいけば、周りは多少見えるんやね。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。で、ちょっとわかりやすく、赤いやつをファイアグローブにしておこう。ファイアグローブを手に入れた。Y で火の玉を発射。長押しで火の盾にもなるぞ。で、青が、アームショット。アームショットを手に入れた。Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと、まあ、アームショットがあるってことは、もしかしたら爆弾があるんかなーって感じもするけど、爆弾、大爆弾の服でもよかったんかなーとか、なんか敵が出てきた風な感じがするけど、あーなんかいる。待って待って。うわーちょっと待って。骨投げてくんなし。いやーネズミもいる。大丈夫？落ちたりしないね。見えねえ。あ、見えんけど、なんか当たっちったわ。えへへへ。なんか混乱してる音聞こえたぞ。あれ？あ、混乱してる音じゃない。あ、ここ穴あったね。あ、ここ、食台。ね、穴あったわ、思いっきり。落ちてったんだ。なるほどね。あ、ここ穴ある？なんか穴あるっぽい感じがするん？落ちたんじゃないのか。奥に行ったんだ。ちょい待って、何気にさー、この骨はずっとまっすぐ飛んでくるのか。ちょっと待って、遠距離から攻撃した方が良い、これは。ほらほら、なんかその辺まだ、まあ、ほら、どこまでも飛んでくるんだ。当たるまで飛んでくるってことか、あれ。へいへいへい。ほら、なんかいっぱいいるよ。あ、ハート出た、取りたい。取りたいけど、こういうのってさ、大抵取りに行ったらやられるんだな。ほらほらほら。さあ、あとこいつだけでしょ。わかんないけど。あ、やったね。左右からの。そこに今ハートが。お、やった。あ、火までついた。やったね、明るくなったよ。さあ、ハートを回収しておきたい。あー、全回復まではいかんかったか。まあ、しょうがない。あ、ここにも骸骨あるじゃん。おし、全回復いった。じゃあ、進もうか。さてさて。で、油断したら落ちるんよね。こういうところって。さあ、進もう。はっ。黄泉の神殿に。お、これは。あ、またあれだ。色付きのやつを倒さない。あー、待って、消える。ね、消えるでしょ。さささささ。おーし、いけた。待って。てか、バラバラなんだね、いる場所が。こいつは青。これが、足場があるうちに。消える、危ない。危なかった。で、次、赤。オッケー。あ、何？二段？二段だ。こっち来いよ。へへへへ。あと一匹が。やったね。行った行った。あれ、まだトライフォースじゃない。ちょっと待って。じゃ、とりあえず、こいつも当たっとかないと。あっこで3人、とりあえず。おし、合流。待って、これ、1段だよね。ここ消えない？消えないのか。よかった。あ、さあ行くぞ。早っ、消えるの早っ。
え、待って、足場狭くない、ちょい、足場狭いって。待って、ほら、骸骨になった。ちょい、君、こいつ、ちょっと、そこの足場ね、消えるんだよ、一気に。あ、待って、ほら、何してんの。ちょ、君何してんの、マジで。あ、よかった、やっつけたと思ったんだけど。待ってって、マジで。何やってんの。え、あっこ。あっこ。またこっからか、そうか。なるほどね。で、はい、次、あっちね。え、あっこどうする？炎で行った方がいいってことかな。ってことは、あっこ多分3人揃わなかったら、ああいう風にならないと思うから、1人ずつ行くか。1人ずつ行って、ちょっとバラバラになっといた方が、あっちでバラバラ、早っ。消えるん早っ。なんか、あっちで、ね、一回通っても解いてとかしよったら結構な混乱状態になるから。え、でもってさっき、どれ？これ？これが動き出したっけ？どれだ？こっち？いや、よく見てなかった。とりあえずこの辺に待機しとこっか。で、はい、もう一人。行った途端に多分。あ、それだね。それね。オッケー。ってことは、これでとりあえず解いといて。はい。ほら、炎が一番効くって。ちょ、待って、後ろのやつ早いから。後ろのやつマジ早いから。ちょ、骨飛ばしてくんのやめて。あー、ゲージが。ちょ、待って、追いかけてくんなし。骨で追いかけてくんなし。あ、一応骨状態になった状態の方が、ミイラ状態よりは、あんまり素早くない。肉がないから。え、肉ない方が素早そうだけどな。よし、これで、いったー、よかったー。え、待って、なんか、あっちにもいるじゃん。このブロックを渡ってくることはないってこと？じゃあ、こっち側から攻撃できるよね。できるよね。オッケー。あ、落ちた。こっちにもいる。ちょい待ってね。はい、あれもこっちからやっつけちゃえ。へい。おっしゃ、いったー。おし、これ全部倒したんだ。やったね。お、次こそトライフォース。あー、よかった。これ、消える？消えない。よかった。じゃあ、行きましょう。よし、これで。へい。は。一体使ってしまった。黄泉の神殿さん。あ、これはあれでしょ？また、この、同じ色のとこにしか行けないパターンのやつだ。違う、自分と違う色のとこに行ったら落ちちゃうパターンのやつね。これ、赤先に渡しとかないとダメなのか。行けなくなるよね。んで、次。ブーメランで回収。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと、こっちか。逆だね。あっちに渡しとかないと、こっちアームショットだから、引き寄せる側じゃなくって、自分が引き寄っていく側なのね。引き寄っていくっていう言い方あるのか知んないけど。じゃあ、とりあえずこれで、回復できる？ハートを取っておかないと。あ、これなんか一段上になっとんか。よく見え、え、なんか行き止まりじゃない？行き止まりじゃね？あ、このパターンなんか、あれか。なんか、こいつがさ、こいつが乗ったら、あれでしょ、現れるパターンでしょ。敵が現れそう。ちょい待ってね。あ、ほら、来たよ。え、これあれじゃん。持ち上げてくるやつでしょ。はぁ、くんなし、マジで。マジでちょっと危ないから。私を青の方に持っていくのやめよう。今赤だからさ、私。はい。お、一体やっつけた。一体やっつけたよ。すでに。早くね？私早くね？いで。痛くはないけど。待って、そっちやめて。マジかよ。はい、背後から来るのダメね。そうやってさ、挟み撃ちすんのやめろし。あ、よかった。とりあえず、挟み撃ちはやばいから、一体だけでもね、やっつけとかないと。あれってさ、前回のボスじゃない？やっつけたと思ったのに、あ、こいついる。ちょっと回復させて。お願い、回復させて。落ちないでね。
落ちないでと、あと、まだ割れないでね。ちょ、満タンになるまで割れないでね。あ、危ない。落ちた。落ちてしまった。マジか。まあでも、でもほぼ全回復まで行ったから、とりあえずこっから。あっこなんかいるよね。ちょっと待って。とりあえず赤がいけないから。じゃあ青でこっちに行って、で、こっちに渡しといてからの、こっから斜めに渡せる？オッケーオッケー。んで、なに？こいつがあっちに乗ればいいってこと？お。で？あ、今の瞬間、あの瞬間に渡っていけばいいんだ。ちょっと待ってね。あ、いけなかった、いけなかったってことはまたやり直しだ。ちょっと待って。青に入れ替えて、はい、持ち上げてからの、ほい。おい、ギリギリ。超ギリギリだった。んで、こっから、危ない、危ない、危ない。んで、次また向こうに。あ、あっこにいるんだね。へい。さあ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 。待って。あ、待って待って待って、怖い怖い。こいつ、こいつってあれじゃない？あの、なんか超音波みたいなやつ出したやつじゃない？超音波っていうか、あー、これ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 、衝撃波。待って。どうなったどうなったどうなった。あ、でも何もダメージ受けてない。ってことは、大丈夫なんだ。入れ替えたら大丈夫ってことは、一人こっちに置いといた方がいいってことか。全員が向こうに渡っていかない方がいいってことかな？ってことだから、この辺、あ、この辺から当たるんじゃない？アームショットこれ。あ、待って、遠くに行かないで。あ、でもこれタイミングが。このやり方だったら時間かかるかな。まあでも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 。二人ぐらいは向こう行って大丈夫か。一人、緑だけこっちによこしといて、なんかちょっとこう、襲われそうになったら、緑に入れ替えて、で、あ、いける。で、タイミングを見てのまた、赤に切り替えて攻撃っていう、そのパターンを取っていけば、よろしいのではないだろうか。あ、落とせた！やった！落とせたよ。あー、待って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 。はい。はい、入れ替え。入れ替え入れ替え。どうなったどうなった？大丈夫？あ、解放された。はい、また。来た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 。どう？どうよ。まだなんかビリビリなっとるね。これで？解放されたかな？あ、オッケーオッケー。これで？あ、ちょっと待って。もうちょっと。あ、ちょっとちょ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 。はい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 。待って。はい、こっち向くな。おし。ちょっとちょ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 。メーターメーターメーター。メーターがもうちょっと回復してから、2回ぐらいは撃てるようにした状態じゃないと、ちょっと危ないかな。ちょ、これで、後ろから。おっしゃ、いったー！落ちたよ、落ちた。やった。やったね。え、いけるいける。トライフォースついたついた。やった。ってことはみんなこっちへ渡っておいでってこと。待って、こいつ、緑を持ち上げてあげないといけないよね。ちょっとギリギリまで来て、ここで持ち上げよっか。持ち上げて、で、こいつで渡っていけばいいんだ、向こうに。オッケー。全員であっこに乗っかってたら多分全滅してた気がするよ、私。ほい、いけた！イエーイ。ってことで次赤が来たらこれで渡るね。お、来る来る来る。ちょうど。へい。で、3人で落ちたりとかしたら最悪なんだけど。ほい。おっしゃー。え、これステージ3でしょ？次4じゃん。やったね。黄泉の神殿4。やった、ほぼ満タンな状態。ボスボスボス。おっしゃ、満タン、行こう。3人揃ってゴー。この、下か。へい。ん？現れないですけども。ん？現れないですけども。向こうで渡しちゃった。え？現れないけど。あ、来た。いやー、なくなった。え、なくなったけど、あれってさ、上から落ち、なんだなんだなんだ。え、ボスも今回、色でやる感じ？ダムダム。そういうことよね。同じ色のとこを叩くってことやろ？ちょ、待って。え、ちょっと待って。え、早くね？いや、早いでしょ。ちょ、これ叩けるの？あ、叩けた。え、こんな感じなの？え、待って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 。早いって早いって。
いや動き早いって。ちょ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 待って待って待って、来い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 来る来る来る。え難しくね。消えた消えた消えた。ってことは次の色ってこと。いや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 、一個一個消えてくんだ。え全部消えたらどうなるの。やっつけれる。てかこれって攻撃になっとんかな。待って全然当たってない。あ当たった今。あ、一応、別にこっちに向かってきてるわけじゃないのか。当たった。あ、消えた消えた消えた。次、緑。緑、緑、緑。弾き飛ばされる。やばい。二回当てたらいいの。あ、ダメ。あ、行った行った行った。待って待って待って。これ。待って、目玉。上、上だ。あの、目玉アゴとかと一緒だ。ほら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 。なるほどね。え、立った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 。え、すでにもうなんか、携帯変わったんだけど。え、これは、え、怖い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 。待って。動きが。あ、これ。よし、次。次、緑いけいい。いける？あ、いけるいけるいける。ほら、あ、やばい。ダメージ。ダメージ食らう。あ、え、青上だ。ちょうど青が上に来てくれないと。上じゃないわ、下に来てくれないと。あ、これ、あれかな。二段にしたらいける感じ。おー、踏まれる。二段にしたらいける感じじゃない？うわー、くる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 。危ない、危ない、危ない。ちょ、動き。あ、三段だ、三段だ。待って、三段だよ。あ、くるくる。今度は向かってきてるのか、これ。あー、待って。ちょ、危ない。次いける。ほら、消えた。ってことで、ここからの、はい。間違えた間違えた。はい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 。どう？ん？なに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 。で今度ビーム出し出した。ビームで出したよ。あ、一番下一番下。はい次。うわ動きがまた速くなったんだけど。止まって止まって。いや止まったけど。あー。ちょい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 危ない。ん？これってさ一番。待って次2段か。早いって。はい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 。あ、違う、違う違う違う。そっかそっかそっか。二段じゃないわ、全然。三段か。ちょい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 、踏みしゃがれる。踏みしゃがれるって。あ、こっち向きか。はいはいはい、行った。次は、青が一番上。青を一番上にしないと、だから、こう。こっちね。はい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 。そっち？逆回転とかあるんすか？あー、写真写した。待ってね。はい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 。おっしゃ！これで。どう？間違えた。こっちだ。はい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 。え、行った？行った！もう進化せんよね。今回なんか変形、あ、行ったわ。やった。ルピー出てきためっちゃ。え、今回の変形なんか目まぐるしくなかった？ねえ。なんか変形までの時間がすごい短かったんだけど。やったー。やっつけたよー。なんか一度でいいけん、ここのルピーを全部ね、一人で拾ってみたいんだけど。拾えないよね。あれはやっぱり三人仕様ってことかな。三人で拾ってちょうどいい感じになるってこと。あーよかったー。一番最後の面にしては結構、まあ、応用だからとか言いながら今まで全然その応用ができてきてないんだけど。さあ。これだ！スパイダーレースを手に入れた。二つのやつだった。あ、真ん中か。なるほどね。はぁ、あ。黄泉の神殿クリア。やったー。妖精一匹使っただけでよかった。そうそう、途中ね、写真を撮っちゃったんだよ。ほらほら。どうせならボスも収めようよ、ちゃんと。ん？新しいエリアがオープンしました？マジで？そろそろ終わりが見えてきたかなって思ったんだけど。まあ、はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、次追加されたので最後かな？
多分キリンに包まれとったのもう一箇所ぐらいだった気がする。